坂谷義雄坂谷義雄昭和16年11月14日は、日本の大倉官僚、政治家、死者、法学博士、備中国河上郡救命村出身、大倉大臣、東京市長、貴族院議員などを歴任した、父親は坂谷明郎、総尊の橋本久美子は首相を務めた、橋本龍太郎の妻である。四月軍西高原村に、 幕末に開国派として活躍した漢学者、坂谷明羅の4、男として生まれる。明治六年に、父の友人である、三栗周平の三佐学籍に入り、明治九年東京英語学校に入学、明治十三年東京大学予備門を卒業、明治十七年に、東京大学文学部政治学科を卒業後、大倉省に入省する。 専修学校や海軍主計学校で教鞭を取る。明治21年に渋沢栄一の娘と結婚し、会計法など財務に関する法律の整備に力を注いだ。明治27年の日清戦争では台本営付けで、戦時財政の運用にあたり、戦後の財政計画も担当した。明治30年には大倉省主計局長となり、明治32年には、 工学博士の称号を与えられ、明治34年大倉省総務長官にまで上った。明治36年には大倉次官となり、日露戦争では、臨時タバコ局製造準備局長と臨時国際整理局長も兼任し、軍事費の調達及び戦後の財政処理を行う。明治39年には大倉大臣を務めた。明治40年9月、日露戦争の功績により、 男爵が授けられる。明治41年に大蔵大臣を辞任して大蔵省を去り、半年間外遊する。明治45年7月から大正4年2月まで東京市長を務めた。市長在任中に明治神宮、明治神宮野球場の造営や野木神社の混流に尽力した。市長辞職後、大正4年に家庭の経済観光。大正六年一月には、 貴族院男爵議員に選ばれ、その死去まで在任した。大正8年、男爵議員による貴族院院内開発構成会の結成に際しては、幹事の一人を務めている。昭和3年日本ホテル協会会長就任。先修大学にも教員として出向し、後学長を務め、創設者の一人で、初代学長だった、相馬長種子の大学運営を取り仕切った。 昭和16年4月、脳一血で倒れ、紀元2600年奉祝事業に尽力したことが功績とされ、死者区に昇釈した。同年11月没。坂谷義雄は、多くの会社、学校、団体や事業に関与し、百越町と評された。よく英語に通じ、カーネギー平和財団の会議や、パリ連合国政府経済会議などに出席している。 大日本平和協会、日本国際連盟協会の創設にも関わった。また、外地の日本語教育に熱心で、日語文化学校を創設した。帝国発明協会では24年の長きにわたり、会長を務める。都市計画にも関心が深く、増少在任時に、神戸港築港計画を決定し、また後に、都市美協会会長も務めた。次女の和子。 夫と子供たちと木衛門、四郎兵衛、四郎兵衛自兵衛、左兵衛人兵衛、人兵衛胸塞三百五十八両なり祖三郎、霊之助、つぐ元達蔵、吉尾貴一雅子、次作、と子秋子、和子香る自家組織、春作、道子英子、八重子、純子、たみ子,子,子、し恵,恵子、春子、綾子、直樹、 ふさこ、ひでなおゆり。ありがとうございます。